シャモン TV をご覧の皆様、仏教ポップグループ、略して B ポップグループのシャモンの、ボーカルの豊島豊白と申します。よろしくお願いします。まあ、始まっちゃいましたね。ついにですね、シャモン TV1 回目は、シャモンの誕生秘話みたいな、そういう話をしたんですけども、2回目はどんな話をしようかなということで、今回はまさに仏教って何、この話にしてみたいと思います。で、まあ、あとね、喋り方とかね、いろいろ考えたんですけどね、例えば普通の法話の感じにしようかなとかいろいろ思ったんですけども、割とこうカジュアルな感じにいきたいなと思いまして、まあ、こういった形を取らせていただいております。まずはですね、まあ、仏教とは何という、まあ、こういった、まあ、大きなテーマでやっていこうと思うんですけども、やっぱりこのね、基礎なんですよね。まずその仏教の基礎を、まず押さえてもらってから、割とそのシャモンの歌詞の解説の中で、ちょっと難しい、仏教の単語が出てきたりした時に、そこら辺の解説も今後していきたいと思っておりますので、まず、第一発目のテーマということで、仏教って何ということですね。まあ、割となんかその仏教は、いろいろなんか宗派が分かれてるし、なんか大乗小乗とかなんかあるとかいろいろややこしいイメージがあると思うんですけども、まあ、今回はねそこら辺のややこしさ一切抜きにして、もう端折りに端折ってここだけ押さえとこっていう、この基礎の部分だけをですねさらった内容になっておりますので、皆様最後までしっかりと聞いていただければと思います。それでは始めましょう。シャモン TV 仏教って何、仏教って何っていうところなんですけども、まあここ赤字で書いてありますけども、諸説ありというね、この逃げ方ね、諸説ありなんです。やっぱりね、いろんな学者さんいらっしゃいますからね、諸説ありってしかないとね、ちょっとそれ違うんじゃないのみたいな、なんかシャモなんか偉そうなこと言ってるけど違うんじゃないのみたいな、そんな突っ込み入れられるといけないので、ここの諸説ありということでね、一応ちょっと逃げておきますけど、まあ多分でも大体大丈夫です。任せてください。まず、世界の中で仏教ってどんな位置づけなんでしょうかということなんですね。で、どういう風になっていくか、まあ、この言葉は聞いたことがあると思うんですね。世界三大宗教ね、三大宗教というと、キリスト教、イスラム教、仏教、こう思っている人が多いと思うんですよ。多いと思うんですけども、この3つ、実はですね三大宗教と言われていますけども、これ括弧日本だけなんですね。これね、世界的に言うと、まあ、特に三大とか、南大とかそういったような、位置づけっていうのは特になくて、三大宗教って言って、キリスト、イスラム、仏教、こう言ってるのは日本だけなんですね、実は。まあまあとはいえ、この三大宗教、人口の分布でいうとどうなってるんだというと、やはりですねこのキリスト教は22億人の信仰者がいて、イスラム教は13億人、これ1位2位です。で、3位が仏教なのかというと実はそうではない。実は、ヒンドゥー教、これ9億人、これ3位ですね。で、4位になるとやっと仏教が出てくるということで、人数でいうとまあ4位になるんですけども、まあこのこちらですね、ヒンドゥー教、まあ、中国伝統の宗教、あと、ユダヤ教や神道ありますけども、ここら辺の下の部分の宗教というのは割とその地域密着型というか、そこの国でのこう伝統的にある宗教、そういった意味合いが強いので、例えばその国をまたいでこう広がっていくような、宗教という色合いではないということで、世界的に国をまたいで広がっていっている仏教、宗教というと、キリスト教、イスラム教、仏教という括りでいいんじゃなかろうかと思います。まあ、よくイメージしていただくと分かるんですけども、その、例えば日本でいうと神道とかそうですよね。神道だとさ、日本以外の人が神道を信仰している人もいるかもしれませんけど、なかなかいないと。まさにこう日本古来の神を信仰しているということで、神道とかそういったものは、このユダヤ教でも言えるし、ヒンドゥー教でも言えると。ヒンドゥー教の場合はこれインドです。これ中国。ユダヤ教はユダヤの人々ということでございます。
で世界の人口が73億人、いるといらっしゃいます、いますけども、その中で、このように、3つの宗教のうち4億人の信者がいると言われている仏教でございます。そうするとじゃあキリスト教、イスラム教と仏教、この3つの、まあ、位置づけというか どのような、まあ、カラーがあるのかというのを説明すると、まずこのキリスト教、イスラム教という、まあ、違う宗教のような感じがあるんですけども、実は、このキリスト、イスラム、この2つというのは実はこのユダヤ教から発信して、それがキリスト教とイスラム教を形成している、こういう流れがあるんですね。というのはね、ユダヤ教という宗教、これは、いわゆるユダヤ人のための宗教だったわけであります。例えばね、選ばれし民は、神から選ばれし民はユダヤの民である、よってユダヤの民は救われるという教え、これがユダヤ教なんです。このユダヤ教がもともとあったんだけども、そのユダヤ教の教えは内容はいいんだけども、内容は非常にいいんだけども、ユダヤの民を限定しているけども、それはちょっとおかしくないかと。神を信じる者は救われる、信じる者は救われるという言葉がありますよね。あれ実はイエス・キリストが言っているんです。このイエス・キリストが言っているのは信じる者は救われる、どういうことかというと、ユダヤ人だけじゃなく神を信じる者は誰もが救われるんだよということでキリスト教が始まったわけです。それでキリスト教はどんどん広がっていきました。でその時にキリストは神から預言者、授かる言葉のものと書いて預言者ですけども、預言者として、キリスト教が広がっていったと。そしてじゃあイスラム教との関係はどうなっているのというと、これもですね、実はですね、同じ神なんですよね。同じ神を信仰しているけど、キリストの次の預言者が現れるわけです。でしかもキリストと、まあ、ムハンマドですよね。ムハンマドが私神から預言者だ言われたんですけど、でそれをね、いやでだけどちょっと私無理っすって言ったらダメなんですよね。神から預言されてしまった以上それを広めなければいけない。だからムハンマドはイスラム教を開いたということであります。さらに言うと、キリストもムハンマドも、同じ神の使徒、ガブリエルに、ガブリエルという使徒がね現れてね、あなた預言者ですからこれから宗教やってくださいってこと言われてるんです。だから結局神が一緒だから、ユダヤもキリストもイスラムも神が一緒なので、結局その聖地となる場所も同じようなところにあるんですね。それが実は未だに続いているパレスチナ問題につながっている、まあ、そんなような宗教であるわけですね。まあ、私は仏教徒の立場ですからね、本当にめちゃくちゃざっくり喋ってますからね、そこら辺よろしくお願いしますね。そういったカラーのある、宗教がキリスト教、イスラム教ということでありまして、仏教の場合はどうかというと、お釈迦様、こちら書いてありますけれども、ゴータマ・シッダルータ、という、お方が、開いた教え、これが仏教で、これは仏教というのはもともとですね、まあ、この3つの中でいうと独自路線を進んでいるという宗教でございます。だ、どれぐらい昔からどれぐらい昔に始まったのっていうことなんですけども、キリスト教は、約2000年、まあ西暦0年からっていうことですから、西暦0年からぐらいから始まって、まあ大体2000年ぐらい、イスラム教はその700年後、もう1300年ぐらいから始まっている。仏教は2500年前、もう、紀元前
500年、さらに、キリスト教が始まるより500年前に、始まっている2500年ぐらいからスタートしている。これが、仏教の、まあ仏教、イスラム教、キリスト教の、まあ、宗教としての歴史の長さであります。で、まあ、ここ神、神、仏とありますね。まあ、キリスト教もイスラム教も神を信仰していて、仏教の場合は仏さんでありますということであります。で、このインドというのは、なんでこれインドにクエスチョンがあるかというと、インドのネイティブな土着の宗教というのはヒンドゥー教なわけです。ヒンドゥー教旧国にいて、仏教はインドで始まった教えなんじゃないのと思うわけですよね。これね、あのね、実は仏教は確かにインドで始まったんだけども、今そんなにインドの人は仏教ではなくてヒンドゥー教を信仰しているということだそうです。だから、まあ割とその仏教の聖地はもちろんまあインドの方にあるわけですけども、インドの方に行って お釈迦さんの聖地やって言って、その観光案内している人実はヒンドゥー教だったっていうね、そういうようなこともちょっと悲しい出来事もあるような感じでございます。まあとはいえ、仏教徒がいないわけではないんですけども、まあ、ヒンドゥー教がまあ中心のインドでございます。この中国の伝統仏教、中国の伝統宗教って何かというと、まあ、よくさ、儒教とか道教とか、そういったのも聞いたことありますよね。孔子とか、なんか孟子とか、そういった宗教のことがここに含まれております。これがまず世界の中の仏教とはということで、次回はこの中の仏教の特徴についてお話をしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。